さんもご注意ください。はい、今日のテーマ、私はこれで合格しましたですか？もう37年も前ですが、高校受験の時、私はずっと大好きだった片思いの男子の写真、これ生徒手帳に挟んでもらっていいですね。その彼も同じ高校を受験するので、一緒に合格できたらあわよくば付き合えるかもと、まあそこまで行かなくても帰り一緒に帰れるかななんて夢を描いて頑張って